皆さんこんにちは。こんにちは。今回はポケモンレジェンズアルセウスをやっていきたいと思います。どういうゲームなの？え？それ聞いちゃう？言わずと知れた、ポケットモンスターと呼ばれるモンスターを集めて共に戦っていくゲームだよ。ポケモンゲットだぜ。知ってんじゃん。ま、そんな感じで始めてまいります。今回のご三家は、この三匹なのかな？右端のミジュマル推し。今回の世界はどういうところだろうね。富士山みたいな山も見えるから東海地方？そんなバカな。主人公、空から落ちてきたみたいだね。どういう落ち方をしたのか謎だけど、よく無事だよね。強運の持ち主なんだろう。ここは、始まりの浜というらしい。わかりやすい名前だね。空から落ちたショックでわからないというか。違う世界からやってきたから、知らない感じじゃないかな。見るからに現代っ子のような服装だもんね。なんとも言えない不思議な格好と言われてますが。この人の帽子も大概だけどね。迷い込んだ世界だから知り合いもいないよね。大変すぎて、先行きが心配だ。行くあてもないもんね。どうしようね。知り合いもおらず、寝場所もなく。お先真っ暗、生きていける自信がない。かなり切ない感じ。考え込んでるね。どうしたものか？かなりいい人だった。笑顔が素敵。主人公も安心できそうな笑顔。さてと、この方がいい人と分かったところで、ちょっと飛ばします。御三家を選ぶ瞬間がやってきました。もう一目見た時から決めていました。よろしくお願いします。さて、うまくパートナーになってくれるでしょうか？どうだ？うまくいったー。ま、振られる要素はないからね。なんだ？それじゃ、ミジュマルと仲良く行きますか。村の出口に行ったら変な奴に絡まれたよ。商人みたいだね。これからいろいろお世話になりそうだね。早速腕比べかー。パートナーになったミジュマルの力を見せてやろう。お？トゲピーかわいい。ゆけミジュマル。ミジュマルかわいい。勝負。最初だから技が1個だけだね。ひたすらぶつかっていく。割とダメージいったね。トゲピーもぶつかってくる。完全にガチンコ勝負だ。ある意味チュートリアルだからね。よし、倒せた。傷薬をくれたりいい人だった。ようやく外に出て冒険の始まりだー。なんか北海道みたいな地形だね。似てるね。迷い込んだ世界は実は日本？実はそうだったりしてね。それじゃ、黒曜の原野に行きますか。なかなか壮大な景色だね。ピクニックをすると楽しそう。まずはポケモンを3種類捕まえるんだったね。そうだね。ビッパ、ムックル、コリンクの3種類だね。ビッパにモンスターボールを投げてみよう。うまくいくかな？うまくいったね。花火が上がると捕獲成功だよ。わかりやすいね。続いてムックルはしゃがんで草むらからこっそり投げると捕まえやすいよ。残りはコリンクだけだね。いたいた。見つかったから戦闘かな。ポケモンを投げると戦闘開始だよ。いざ参る。体当たりでぶつかっていく。あれ？何もしてこない？それじゃ、今のうちに攻めていこう。弱ってきたからモンスターボールで捕獲しますか。いけー。コリンクゲットだぜ。これで3種類集まったかな。村に戻ろう。試験は無事うまくいったよね。のたれ死にしなくていいと言ってるからね。やっぱり試験合格だって、よかったね。
調査隊制服と調査隊わらじを手に入れた。着替えて団長に会いに行くみたいね。いざ行かん。この方が団長みたいだね。渋めのおじさまだ。待ちかねたぞって若干プンプン。どうだろうね。銀河団団長伝木である。枝島平八みたい。男塾わかるかな？お前がメガネだな。私がメガネである。団長と一勝負するのか。さあ、立ち会え。よし行くか。いざ尋常に勝負。ん？あれ？目の前真っ暗。なんだ？なんだ？投げ飛ばされたみたいだね。さすが団長やりますな。相撲の技で投げ飛ばされたのね。入団は果たせたから、ポケモン図鑑を完成させるのが目的になったね。先は長そうだけど、頑張ろう。そうだね。そういえば、トレードマークのメガネをかけ忘れていたので、呉服屋さんで新調しました。メガネがないと引き締まらないもんね。そうだね。一旦切りがいいので、今回の動画は以上にしたいと思います。次からは、ポケモンゲットの旅とシナリオをお送りします。それでは、またね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画と関連動画もぜひご視聴ください。チャンネル登録もお忘れなく。SNS の Twitter と TikTok もやってます。こちらのフォローも良ければお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。